土曜の夜はポンタだよ。毎度今週も始まりました陸送トラック運転手チャンネルポンタです。はい、今回の動画はこちら見てください。ゆうた号です。はい、このゆうた号、鹿児島高速運輸さんのゆうた号をついに青森県に納品する動画になります。ちょっと前にサンダーというボルボを納品した動画があるんですが、この後の話になります。はい、じゃあ片付けします。帰るどい、あ、帰るのだったこれから川崎に移動して、で青森です。青森に行きます。それでうまくいっていたらしい。と、まあこんな感じで兵庫県から東京の青梅市っていうところにサンダーを納品した後に川崎に移動して青森に持っていくっていう工程だったんですが、まあ、ちょっと納品の関係でこんな感じで時期をずらして動画にしております。土曜の夜はポンタだよ。はい、今日が出発予定日だったんですが、川崎に来たらまあちょっと準備ができてなかったらしく、まあアルフレッドあるあるっていう感じで、まあFE メンバーのアンナちゃんやモギちゃんとね、晩ご飯に行って待ってたんです。で、アルちゃんからトラックの準備できたよっていうことなんで、今出発準備をしております。かなりね、現場はバタバタと慌ただしく動いてたんで、本当にご苦労様でしたっていう感じなんですけど、はい、まあ、ここから青森に向けて走るにあたって、ちょっとねすぐ乗ってポンって走れるわけじゃないんで、いろいろ準備しております。この日が土曜日なんですけど、ゆうた号の納車は月曜日なんで、まあ、ちょっといろいろ道は考えながら走っていこうと思います。あのゆうた号とはすごい長い付き合いで、この子を川崎から持って帰ったことも実は知らずのうちにやってたみたいで、話をたどると青木充商事さんのトレーラーの帰りに神奈川から乗って帰った車両がゆうた号だったみたいで、そこからまた岡山から川崎に持ってきて、でまたね北海道のイベントに持って行って、今回が納車なんですけど、本当にゆうた号とは長い付き合いをしているなと思います。あっちや、9時だわ。そうだな、今から出てたら、そうね、多分お風呂無理だから、ちょっとみんなが教えてくれたスーパー銭湯かなんかがあるみたいだから、そこをちょっと一旦風呂入って青森目指そうと思います。はい、よいしょ、いいね。ここから5キロ、よいしょと、どこや、はい、やっとできた。よし、ふう、いやー、参った参った、9時だもんね。今日はお風呂入って終わりなんじゃないの、走れる気がしないもんねうん、あー、ドッタバタでアルちゃん頑張ってくれてました。いやいや、まあこれで青森の鹿児島さんについにこの子が納品できますね。
豪快だぶりだよ。ちょっとドタバタでそんなのも忘れてた。よっ、久しぶり。1ヶ月ぶりだね。北海道に一緒に行ったんだね。いやー、ついに君も納品だよ。新しい運転手さんと頑張ってね。本当だよ。運転手さん楽しみにしてるよ。およそ500メートル先、高さに注意してくださいって言うからめちゃくちゃドキドキしたけど、何もなかったぞ。変なこと言うなよ、怖いじゃん。めちゃくちゃ大きい駐車場らしくって、そこなら全然トラック止めれると思いますって教えてもらったんだよね。と、しかし狭いね、川崎の道は狭いね。道幅が狭いのよ、びちゃびちゃなのよ。あと1キロ、あと1キロでお風呂に入れるよ。早くさっぱりしたいわよ。何気になんかじっちょり汗かいたからな今日は。いろいろドタバタしたね。今日はね、動画のアップロード日だったんだけど、いつもパソコンから上げるんだけど、今日携帯でやってたからね、なんかちゃんと上がらんくて、今日は上げれませんでした。申し訳ないです。なんか夜なのにみんな結構自転車でうろうろしてるんだね、川崎って。こっちの辺の人はやっぱ自転車とか公共機関が主なのかな。もうすぐ目的地付近らしいです。どこでしょうか、どこでしょうか。土地勘ゼロの人間は怖いですね。もうちょっと、あと200メートル、どこかな。ラクスパ、あったあれだあれだあれだー。ちょ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 、お邪魔しまーす。ここ止められたら怒られるんかな、ダメかな、警備員さんおるな。いいです。大きいから向こう、向こう、はい、金網の方、金網の方、はい。よっ、おいで。よかった、OK してくれて。今ね、普段ね、従業員とバスしか止まんないから、こう横でもいい。ありがとう。2、3台分潰してもいいから。ありがとうございます。めっちゃ優しい。はい、あっこのラクスパから帰ってきました。めっちゃ高かった。ゆっくりお風呂に入る施設ですね、ここ。岩盤浴したりとか、ちょっとそんな余裕は別にないわけじゃないけど、ちょっともうね、今もうすぐ12時来ます。パパッと入ろうと思ってたから2600円、2600、700円、おーって思ってちょっと高かった。まあでももうどこでお風呂入れるかもわからんから、もう入ろうと思って
入ったんだけど、お湯はめちゃくちゃ気持ちよかったです。はいはい、なんかね、いろんなお風呂があってサウナとかも充実しとったし、なかなか良かったです。はい、施設はすごい良かった。ゆっくり行きたいね。はぁ、はい、じゃあ行きましょうか。うん、まあ夜中のうちに都内は都内この渋滞するであろう区間抜けて、まあそこ抜けたら寝ようかな。はい、さあ行こう。よし、700キロ、700キロ、チロ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 リン。まあ1時間ほどで眠気くるだろうな。すげえな、堂々と信号無視したな。カタカタ。なんで？いて、ボッボッボッっていった。いった。なんかドッタバタだったな。まあ吉野のみんなとご飯食べれたのは楽しかったからよし。みんないい人なのよね。ダンベル持って歩いとる人った。癖強いな、この街。ふもう見ない。あー、いやー、左見ない。来い来い来い。よいしょ。毎度来い。俺ら行くぞ。入るからありがとう。すいません。どうもありがとう。やっぱり大地狭いわ。よし。ちょっと東京、下走ろうかと思ったけど、信号多すぎやね。やめました。なんぼか上乗ってどっかで降りてそっから下走ろうかな、時間余裕あるからねって思ってます。なんかすっげえな、乗用車めっちゃスピード出すんだな。スピーンっていくね。みんな気ぃつけなはれよ。過信したらいけまへんで、危ないよ。車間距離取りなはれよ。行きの車はね、
サンダーはね、あれ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 、オートクルーズが使えなかったのよ。この辺の系統が、この辺のハンドルの周りが低いな、ここ怖えな。海魂乗りの人ってすごいよね。コンテナ背高いから怖いとこめっちゃ多いんじゃないのかな。何言ってたっけ。あ、そうそう、サンダーはねオートクルーズなかったからちょっとしんどかったけど、よいしょ。あー、ここのトンネル好きなんだよね。かっこいいからスポーンって感じ。なんかね、東北道の方が距離が長く出るんだよね。常磐に行った方が距離が短く出るのよね。で、乗馬のはちょっと高いのかなみたいな。まあちょっと今回は東北道の青森方面向けはまだ走ってないから、ちょっとそれを走ろうかな。この間ね、仙台から川崎に戻ってくるときにこっち向けて、東京向けては走ったんだけどね。役場所行ってみようかなと思います。綺麗だね。東京の街、さようなら、また会いましょう。自分がこんなにこの辺走るなんて思ってもみませんでした。長距離に復活したのが去年の11月かな。あの青木みつるさんの時にどえらいプレッシャーで走ったのが初めてだったかな、箱付きでね。それから早10ヶ月。2回は青森行くと思わんかった。おしゃれやな、スカイツリー青いね。コーナリングが怖いです。こうやって知らず知らずに肩に力が入ってるんだろうね。もう首と肩が痛いもんな。山が燃える。うっしょ、取れん。狭いな、真ん中通ればよかった。あー肩いて、あー止まって寝たいです。そろそろあと12キロ先にあるんすか。頑張ります。よし、肩が痛い。にゃー、口紅をつけてジスを加えたら涙がポロリ、もう一つポロリポロリポロリ。あっちもこっちもポロリ。ああ、川高はすだかしらけど早くこっち来て。私は眠りにつきたいのよ。ウイッチ。あー、夜と高速と演歌って合うよね。走りたくなっちゃうじゃん。はい、お風呂上がってすぐ用意してた寝袋です。トイレも行ったんで寝ようかと思います。ここね、駐車場がトイレと近くていいなと思って、本当はもうちょっと走りたいんだけど、こんな感じの方が楽だなと起きた時にね、あのでっかい駐車場のあのパーキングだとね大変なんだよね。トラックの人があっち、あのサービスエリアとかね、ご飯のとことかトイレ利用するのすごい遠くまで歩かんといけんから、ちょっとこの規模ありがたいなと思ってここで寝ようかな。はい、
もう2時来てるんでおやすみなさい。はい、特に急ぎではないんで月曜日までに着けばいいんで、ぼちぼち走ろうと思います。明日は多分仙台ぐらいまで上乗ってそっから下走ろうかなって感じです。問題なければ。はい、じゃあおやすみなさい。ございます。寝過ごしました。はい、